第1回、勝つのはどっちだ、マインクラフトモブ対決。嘘でしょ？モブ対モブの企画はもう十分使い古されてるよ。それじゃあ猿でもわかる、ラベジャー発射装置の作り方でもやります。私が悪かったからそれだけは勘弁してくれ。まあそんなに慌てないでください。誰のせいだよ。今回はとあるモッドを入れてきてるんです。それなら少し安心し、影モッドって言うんですけどね。やばい、本質的に何も変わってない。まあ冗談はここら辺にして、今回使用していくモッドはモブバトルモッド。こんな感じにいろんなアイテムが追加されます。どんなアイテムがあるんだ？例えばこちらのモブキラー、名前の通りモブをワンパンできちゃいます。ずっよ。そしてこのモブマウント、2体のモブを適当にクリックしてみると何が起きるんだ？モブをモブに乗せることができます。これを見たらみんなあれを試してみたくなるよね。鶏にゾンビを乗せてみるとかか。スプラトゥーンの疑似体験、地獄みたいな遊びすんな。そしてようやく本題に入ります。本題が残り20秒弱。問題、このモブなんとかとかいう杖で2体を選ぶと、普段は敵対しないモブでも戦わせることができるんです。ほんとだ、普段は敵対しない狼とピリジャーが戦ってるな。いいこと思いついた。片方はアイアンゴーレムを、もう片方は村人を選びます。おいバカやめろ。